はい、すいません。じゃあ、そろそろという声がかかったので、今から、先ほどの辻説法に絡んで、でもいいし、他のことでもいいですから、何でもいいから。まず5人ほど質問がある方、手を挙げてください。はい、どうぞ。どうぞ。浜田さん。よく嘘をつかれたりとか騙されたりしてたっていう話をされてましたけど、こんな話してどうかと思いますけど、今の日本の政治とか見てももう嘘だらけだって気がするんですが、それについてはどう思われますか。私はね、日本のことよくわからんけどね、こういうことを言ったことがあるんだ。インドで俺は騙され通してね、来た人間だと。今頃ようやく自分50年近くになって初めてインドの大地に足がついたと。そうしたらね、聞く人がね、いや日本でも嘘だらけですと。今の安倍総理さんはそういうことを言うと、ね、そういうこと、それは政治のね駆け引きでそういうことを言うんでしょうと。私は日本人の本質はね、正直で真面目であると思ってるんですよ。ですから私がいかに騙されても、あざられてもね、現在まで51年間インドで我慢できたのはね、私が日本人であるということ、この近い一番真実のでできる信頼のできる民族であるということは世界に広まってるんですよ。どこに行っても日本人はネパールに行こうが、ね、タイに行こうが、どこに行こうが興味ないんです。でそれは日本人が本当に真実であり真面目であるということを認められる。だから私はいつ死んでもいいような人間だった。もう殺されても毒をもられてもいつ死んでるかわからないような人間だったけども、それまでこれまで生かしてやったのはやっぱり日本人であったから、こうして大目に見て、ね、私をインドの大地が磨いて、ね、くれたのだと、修行されてくれたのだと思っています。ですから日本人のことは私はあんまり批判できません。他にありませんか。誰か、どうぞ。幹部ないですか。はい、はあ、どうぞ。座ったままでいいですか。どうぞ。2年前に帰られた時もいろいろ話を聞かせてもらったんですけど、正人さんね、その時も難点っていう、じゃあ地名ですかね、難点って言われて、ね、どういう意味ですか。はい、インドはね、昔は二天竺と言ってた。二天竺、天竺というのはご存知のようにインドのことを昔の言葉で言っています。天竺、昔の言葉ですよ。今頃の若い人は全然知らないかもしれませんが、我々は戦前派ですから、戦前派の人は天竺といえばインドで、入塾者門ということはインドに行ったお坊さん、インドの大地を生んできたお坊さん、入塾者門、他にも経歴がそういう経歴になっているけど、昔はただ単にインドに行ったということなんです。で昔は北と南に分けて二天竺と言っとった。インド上が北天竺、下が南天竺、次がだいぶ土地が変わって、お猿さんというよりちょっと後になってビンビサラ王というマガダン国王が出る頃ですね、その時頃は四天竺なんです。北天竺、東天竺、南天竺、西天竺となります。玄奘三蔵が6、7世紀頃インドに115年間ぐらい行っておりますが、その頃は五
宿になってます。北天宿、東天宿、それから南天宿、それからこの西天宿、それから中天宿、真ん中ですね。真ん中の天宿、中天、五天宿を、まあ、玄奘三蔵の頃は、そのように呼んでおります。しかし、私のいるところは、インドの中心です。インドの中心。イギリス時代に、イギリスの政府が立った、全土の中心という、この、指標が立っています。指標が。ここは、インドの中心であるかという。これ、インド政府じゃなくて、インドの占領しておった、イギリス政領時代のこと。力は、私のは、中天宿と呼んでいるのではなかろうか。インドの真ん中で。ところが、その頃の中天宿は、今のブッダガヤ、それから、サルナート、ロクヤン、ね、そういう、マトラとかね、お釈迦さんが中心にその頃歩いた地方が中天宿です。それが、だから中国というのは、まあ、仏教の、仏教でも何でも、文明の最も栄えた地方を中国と言っています。今、シナを中国と言いますが、それは、まあ、文明の栄えたところでしょう。そういうわけで、私のところは本当は中天宿であっていいのですが、昔は今は真ん中ですが、昔は南天宿になっています。インドの地方です、私は。そして、南天宿の中心は、ナグボルです。昔から。それで、南に行きますと、南の方は南天宿ではないんです。これは単なる面倒といってね、昔の南の方になっております。それもちょっとナグポールから下がったところにクリシュナ川という大きな川がありまして、その川のから南はね、もう南天宿ではなく単なる南の国となっています。そういうことで天竺、南天竺というのは昔はナグボルが首都です。そこに南天の竜宮城だとか南天鉄塔だとか、ね、南天の大王佐渡穴王朝だとか、いろいろの南天のあれがあります。そういうことです。わかりましたでしょうか。南天鉄塔っていうのも密教のね、密教の聖地のように聞いたことがあるんですけど、違うんですか？密教の首都、これを開いて、領主が。密教の根体領部の金剛、まあ、金剛長教だとか、男女、これを密教では、領部の体調と言います。領部の体調。それで、領部の体調を、それを領主が普通に領地に伝え、領主がこの金剛寺に伝え、というように不法殿にね、なっています。しかし、領主は正規、150年から250年の間に主張した人物で、真言密教の領主は、これは密教では流明と言います。流明。しかし玄奘三蔵なんかは流字と書いて、流字と流明は同一氏名に呼ばれています。それで大の流字として流明されています。5、6世紀の人です。ですからその人が密教したい大人祖となっているんですが、もうすでに南天領主には大乗領主がいろんな
初期大将ですね、この法華経だとか華厳経だとか浄土真宗の観無量経だ無量寿経だとか遊戯末経だとかね、そういうものいっぱい、とにかく華厳経なんかは浄土宗菩薩が作ったと。つまりチベットではこの大乗仏教の作った人は龍樹と文字であると言っています。チベットの方では作った人、ところが日本の方ではものすごい霊感に霊感がある人はこの自然に霊に霊感がある、そういう人が大乗仏教だ。これ日本仏教の全学者が何にも答えが出せない。それに対して南方仏教と言われるタイとかね、チマンミャンマーとか、これはお釈迦さんのオリジナルで、ね、だから我々は釈尊の直接法仏教だ。大乗は仏さんが説いたものではない、異物説。ところが大乗はお釈迦様の次の真をね、停止だけじゃなくて真をあらゆる角度から取り下げて経典の名を違えても書いた経典であるから、これは釈尊の親切であると言ってもいいと学者たちは言ってるわけです。そういうわけで、この全ての南天テストには二人が発掘してそれを中を出さなきゃいかん、ところが日野高校生は許可しない。本年京都で今講演があるんですが、高校生の人たちが集まります。30年間もう引導高校生としては金を集めていると、金は日本から出すから発掘許可を取ってくれと。それで私はその講演に出席してお話しさせていただきまして、果たして日本の人たちがそれだけの発掘費用を集めておられるのかということを検討して、集めておられたら私は政府総理大臣でも大統領にでも会って直接に許可をもらうということになっております。わかりましたでしょうか。ちょっと難しいことになります。すみません。誰か、はい、はい、どうぞ、どうぞ。まあ、私することなんですけど、ちょっと病気したら、お世話になってる方がこの宗教をしたらいいんだってわーってきて、神様から仏様からいろいろといろんな人が紹介してくださるんです。それでもう家でしてるからって言っても、恩のある人ばかりだからそんなに無限にも断れないんですけど、入院してる時は空に向かって、まあ、いろんな名前をちょっと挙げては太陽に向かってこうしよったんですけど、家じゃなかなかできないけど、今日のお話を聞いてそれも一緒なんかもうあれだから言って聞いたんですけど、失礼のないようにどうしたらよろしいでしょうか。私が最初に言ったように日蓮宗ともあります。日蓮宗は辻説法です。日蓮宗人は真言宗を信じる者は家も滅びる、国を滅ぼる、会社も滅びる、だから真言宗は邪教である、こういう説法です。次に
念仏南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏南無法然上人や親鸞上人の南無阿弥陀仏、これを無限の地獄のうちって言うんだ。地獄のってまた深みがないんだ、ね、地獄に上がって下がって落ちてまた浮かび上がって人間界とか、ね、天人界に上るやんまんじゃない、無限に続く永遠の地獄の生活って、ね、そういうものを知るから、これも座長である、心くない宗教ではないと、ね、それから全天馬と言います。全州こちらは全の草原に行って最前は天馬の技である、ね、天馬の技というのがどんな技か私よく知りませんが、ね、とにかく、まあ、天馬がね最後襲いがあって徐々にその家が衰退したり滅びたりしていくというようなことでしょう。それから立国族というのは戒律を信じる者は国族であると、国の族であると、こういうような四項区画弁というのがありまして、それが日蓮宗人の立教戒律の最初の言葉です。上杉さんで回収して父の同前坊に向かって、そしたら父と怒って、一度を殺せーって怒る、ね、ですからそういうですから、お宅のとこに来た方はそういう強力なお宅をね自分の集団に引き寄せようとする、ね、強力な組織を持った教団ではないかと思います、ね、ですからそれはお宅の判断なんです、判断です。私らは一切必要はない、そういうのが宗派宗教は歩んであると言われるところがあるんですよ。ですからその一切宗派私はないんです。まだそうしても来ますよ。しかし私はこの一切の宗派の勉強をしてね、10年間は大正大学の大学部門の学者に任すという誓願をかけて、もう実際の手話を勉強した人間です。ですから、この大会の人を来てもね、まあ、言うことありません。へぐたれ、負けるということか、勝とか言うというんじゃなくて、へぐたれません。それで、まあ、お宅もね、貧困の道ですから、私には何も言えませんので、お宅の、お宅は頭がはげたとか、病気になってね、いうことをちょっと聞いたことがあります。ですから、だいぶの病気をなさった方だと思いますので、やっぱりこの神さんを信じれば、この仏さんを信じれば、良くなるのではないかという、人間の弱みと病気に、関わった人間の弱みというのが出ますからね、それで、まあ、正当な判断を失う可能性もあるかもしれません。しかしこれは個人の問題です。分かりましたか。はい、ありがとうございました。お承認一つよろしいですか。いいよ。映画を作る人で、あの泥の中にあのハスが咲いていると、だからその両方をいっぺんに言えないので、私は泥を言わずにあのそのハスの花を描こうとするんだと、そうすれば泥も描けたことになると、そういうことを言われた、まあ、映画監督さんがおられますけど、あの小津という方ですけど、小津安二郎という方ですけど、でその話にまあかこつけてというか、それでいわゆるあの菩薩道ということを、ま、我々に少し今のあの蓮の花のあたりから菩薩道の話でもさし お聞かせ願えればと思ったんですよ。わかりました。これはね、大乗仏教は菩薩道の教えです。
まあタイとかミャンマーとかシーランカとかあるいはベトナム、カンボジアとかというのは人間はいかにしていいかに行くべきかと人間の生きる道を説いております。まあ嘘をつくなとかお酒を飲むなとかそういう人間の生きる道義を書いております。ところがそれで、まあ、自分を治めたいと自分を正しく導きたいとそして自分がいかに行くべきかと思ったらばそういう症状的なに経典を読んでも非常に生きる道が分かります。しかし大乗仏教は自分というものを考えないお勤め場合にないんですね。ですのでお勤めの時とかですね我と一切とともに仏教寺とともに乗じていこうじゃないかと俺も未熟な人間だとお前も未熟な人間だ俺も迷っているお前も迷っている、ね、俺が悟ってからはお前を導くそういう教えじゃないんですよ、ね、だからともに仏道は迷ってるんだ俺は迷ってるんだ親鸞聖人もね迷って迷ってねどうにしようもう生きる力がない道がなかった、ね、女性に迷わされたねもう死にたいことないそこで法然上人がですね吉光におるというと言って涙をねって一切のこの罪人もね一切の罪悪の重い罪を犯したような破壊したような坊さんであれどんな人であれ皆この南無阿弥陀仏という名号で皆阿弥陀様の願ですからこれは願お世話の本願ですから願によって救われるのだということを説いておりますがそのように一切親鸞や法然も山の上から降りて先代の比叡山から降りてもう地位も名誉も捨てて金もいらん名誉もいらん地位もいらん私はもう自分が救われるのと考えないとこの一切鎌倉の時代に迷っているその一人を助ける道はないのだろうかということを考えられて一切の名誉を捨て一切の地位をあまりを捨てて彼は下がっていった比叡山自然もそうだ親鸞もそうだ鎌倉仏教の御祖姿は皆そういう気持ちでそして瞑想の中に入ってこのあとは涙を叶えなさいよとそうしたらいかなる財布をかつねっ人であれ、ね、泥棒であれあるいは悪い悪い盗賊であれ、ね、女のような女が式まであれ、ね、男が旦まであれ、ね、皆こう等しく平等に作って安心の安心絶命の心を果てるんだということでみんな民主の中にあった民主の中に自分も診断を迷っている、ね、担任者なんか読んでると、ね、自分は地獄の地獄はもう私の住み方俺は何にも悟りやるとか、ね、天国に行けるとか浄土往生するとかというような人間ではないんだともう一条の地獄と一条の住みかであるもうつまり生まれたから苦悩の人間として苦悩児として生まれに無駄に苦しみのたってきたこの親鸞であるとだから私はもう法然上人に騙されて涙仏を唱えたそれ騙されてもいいんだともともと騙されても私は地獄のような生きる人間しかない徹底した、ね、信仰心を持ってそして実際の悩みの人と共に行ったという信頼や法然一年もそうだ、ね、この難病を取り除いて
この駅でもね、元が襲ってきた時でも、いろんな山に、高い高い山に、広しに祈願なされた。ね、そして、一切の人々を、ね、中にお大の子を、期待されたと。それによって、お釈迦様の、ね、本意であるという、お化粧によって、我々は安らかな人生を送ることができる。いわゆる全ての宗教だと水の中に今の、日本の仏教は仏教人だと本当に昨日このまま来てね、昨日はもう私がある僧侶に会うためにはだいぶ苦労しました。ちょっと待ってください、次に今日は会いません、次に行ってください、はい、また行く、また行くと会いません、これがちょっと弱った。3回か2回か言ってようやくおめでとうを許された。我々のところで、我々はインドだよ。ちっちゃな子供でも。アンテージアンテージのお坊さん。お坊さんです。お坊さんなんで、言うとね、これ私、試験が合格するでしょうかしないでしょうかいや、勉強したらすぐ合格するよって遊びばかりだったら勉強合格しないよ、ちっちゃな子供まで行くんだ、時にはうちのお母ちゃん病気なんだけどね、これお茶持ってきてと言ったから持ってきたと、そうかお母ちゃん病気なのか、お前がお茶を持ってきたのか、ありがとうよ言ってね、そういう三つの中に入っていかなきゃ、俺は天才と言われた人だ、全部比叡山の隠居を捨てて、比叡山の坊主が怒って、法然上人が亡くなって33年目でも法然のお墓を掘って、その遺骨を川の中に投げ捨てよう、33年目ですよ、そんなに長い恨みがある天下の比叡山を持っとった、それと憎まれたかです。しかし法然は日本の浄土門において非常な安心を得させていただいて、そして親鸞が出て、また深めだと、ですから今信州一万寺が多いと言われています。そういうことで菩薩というのは民主の中に入っていかないから、我々は朝起きてもね、お掃除しなくていいよ、私するから、いや私させてくださいって言ってね、女の人も子供も来たりねします。でそれで私は、病気になったら病気平気なんでね、行きます、インドの言葉で、インドのお経の言葉でお勤めします。そういうことがぼさっと、ところがアンベルカの仏教1956年にアンベルカラ仏教で60万の人を作っている。これはね、代表はギリリータと言います。去年、昨日この小島の般若人という寺に来ました。そしたら書いたものをいただきました。それにはギリリータと、自分に言えることをすれば人に言えることがあって、人に言えることをすれば自分に言える、それは当然だと思います。しかしアンベルカルの仏教は出た一義しかありません。自分に変えるものは何もない。だから今までこのインド仏教を助け、青少年が大学に行き、外国に行き、私の会社につき、すべてを地位を平等にするまで、もう何百人というような人が死んでおる。しかし、会員に行かれることはとてもない。あの人がよくやっておられた。よくやったと。会員になること。私は死んだら、ささいが死んだか、それを骨を捨てて、顔に流してしまえ。というぐらいのものですよ。出た一義に立脚する、ごく大量の市民を来ています。もうすごく大丈夫です。究極の大丈
国大将出た一義、自分の人のことですか、人のために役立つことですか、これが国大将で最極の菩薩像であると私は思って、単なる菩薩の大将のことじゃなく菩薩でもなくね、自分をもう顧みない、一切を捨てた、命も捨てた、そして命数の中に立っていく、これがアンベルカンのリーダー一義に立脚する国大将という菩薩像という言葉で私は言っております。いいでしょうか。ありがとうございます。はい、すいません。他に質問。はい、はい、どうぞ。お釈迦様はですね、お母様の存在をどのように、説いているというか、お母様というのはどのような存在でございましょうか、教えてください。お母様はね、静だなという大王が釈迦族の王でありまして、その奥様ですね、お母様はそれは大切にしてると思います。というのはマーヤ夫人というのがあります。これは釈迦様の第二の夫人です。最初の人がヤシオダラ姫で言います。それがマーヤというのは第二のお母さんです。ちょっと第二のお母さんですね。この人がね、それでね、ある時旅も菩薩になって僧を連れてね、1200人と言いますが、1200人のお僧を連れてマカダの国から高尊美というちょっと現在のヤムナ川とかガンジス川とかいう川があります。その合流点のところに高尊美というところがあります。高尊美、高尊美の方はその頃ウダヤーナというウダヤーナという代表でマカダがビンビサーラを、ね、党の大きなお殿様でした。そこでウワンゴをしてくれと、三ヶ月の雨のねウワンゴがあるから、ウワンゴというと三ヶ月が来たところに留まってね、網をしのいでその間に自分の収容をしたり勉強したり、また大勢の団体の方にね、人々にお釈迦さんの教えを聞かせるという仏教の言葉にウワンゴとあります。こちら今雨季に入ったと。で日本でもこの禅宗なんかは確かウワンゴというのがあると思うんです。禅宗今開始残っているのは大体禅宗臨済禅が9年ですが、その3ヶ月間は自分でね勉強したり訪ね来る人、また訪れ来る人たちにお釈迦様を知る、そのウワンゴという3ヶ月間の期間に時間をこの高尊美の国で過ごしてくださいと、一切の食事とか相談のねお坊さん方の食事とかやることは一切このウダヤーナ国王がいたしますと、それでお招待くさん、そこで皆さんを連れていった、ずっとね千二百人のお坊さん方、それで行っておりますうちに、どうするかな、ね、ほぼ高尊美に近いようなところから急にお釈迦さんの姿がいなくなっちゃった、ね、これでしかと今ここに私らのお師匠さんであるお釈迦様がおったのにどこに行ったのだろう、どこに行っても分かんない、ね、そこで庄内お子様の皆が先に着いたのかな、そこにどこか行ったのかなと言って、腕姿が斜里王尊者とか、ね、海王尊者とか、また木蓮尊者とか、というね、
1200人の弟子方を連れて高層部に入って入ってみるといない。大王様に聞くと裏屋の台に来ていませんよ、こちら来ていませんよ。あれもうどこに行ったんでしょう。じゃあ病気突然分からなくなった。そこでね、ダイアナも私は招待したのにお子様さんは来てくれない、悲しいな。それでお弟子方もね、悲しいな、お嬢様がいないんだ、こんなとこでね、どうしたらいいんだろう、どうして。ここで初めてダイアナを大工を呼んで彫り物師を呼んでお嬢さんの像を作った。お嬢さんの像、普通はお嬢さんが亡くなってくるとは500年、700年後、初めて仏像ができたんです。お釈迦さんの像。お釈迦さんが亡くなって、ね、それまではこの蛇ですね、蛇、長が水の頭を持ったり、七つの頭を持ったり、蛇を石に刻んで拝んでおった。あるいは菩提樹、ボディーロクシャリンですが、お釈迦さんが悟った木の下にその菩提樹と言いますが、その菩提樹を拝んでおる。または人ね、そういうものを拝んでおる。お釈迦さん自身の弟の像がなかったんです。それができたのはお釈迦さんが亡くなって700年くらいです。ですからどこに行ったんだろう。その大工さんを呼んで、彫り物師を呼んで、初めてお釈迦さんの像を作った。それを拝んで、水を据えて、お釈迦さんがおられた。そこでみんな、3ヶ月の右岸号を過ごしたんだ。一方、お釈迦さんはね、どこに行ってたかというとね、急にね、33点というような、高いところって、土卒点というと、土卒点、いろいろな点がありましてね、都道府県では弥勒菩薩がね、修行して、だいぶしてからまた弥勒菩薩が降りて、今度は弥勒仏となる到来仏というのがあるんですが、その都道府県にお母様がね、お母様が降りたけど分かったんだな、呼んでるんだ、お母様天井から突然だ、知ってられたよ、ね、俺ちょっと私は病気で困ってるんだと、苦しいんだと、来てください、来てくださいと、まあ必要な声で呼ぶんだな。それでお釈迦さんは老老長老病床は世の常として、それは真理、いかなるもんでも病気になる、いかなる健康な人でもね、どんなに長寿しても人は死ぬもんだと、長老病室のね、これは平気で、それを体感しないと仏様になれない、それを諦めてそれを乗り越えていかなければ坊さん、いい坊さんになれないぞと日頃教えてるんだよ。しかし自分のお母さんが天井から呼んでる。そこで考えた、私の弟子がね、歌やらないように言ってるから、お母様が紅葉を、最後の紅葉を尽くして、その病気の苦しみから解いて、説法して、それを悟らせなきゃいかんというような気持ちになってね、スーッと天井の塗装線に登られた。ね、塗装線に登られて、その3ヶ月間、毎日お釈迦さん、お母様の前で、ね、説法をして、そしてこれは今日も残っております。マヤ教と言って、ね、それでずっとまた下がってきたんだ、ね。今それがね、大きな、ここがね、大きなストーバーになっています。大きなストーバーになってね、その、ヒンズー教に占領されようとして、そこで私を呼ばれてね、大行進をしてね、その教の人と約5000人ぐらいあったね。大行進、警察が上へ出てきたりしてね、
闇へ逃走しましたが、今でもそのヒンズー教のあれに占領されてね、ヒンズー教の寺を作ったりなんかしております。こういうように仏教の遺跡は昔は仏教徒が多かったけれども、仏教は13世紀頃北条から侵入した過激派の会長との侵入によって仏教は滅ぼされました。それでそのマヤというのそこで天井に持っておさらさんと最初に作ってお待ちしたのはダイアナ大王だと。いいでしょう、この回答は。大丈夫ですか。はい、分かりましたか。はい、はそんなにいいんですけど、はい、ちょっと見せますか。はい、何か。いや、特に質問がないようでしたら次にですね、ごめんなさい、ここにいくつか本が置いてあります。これうちの売り、あ、置いてください。はい、うちの売り物ですので、これ買っていただきたいなと思ってますが、そしてご承認さん、サインしていただけますでしょうか。 ありがとうございますまあ大サイン会になるかもしれませんが自由に店内の本を見ていただいたり買っていただいて、支払いはこちらにお願いします。後ろの方にですね、札がついてますので、このようにこの料金になっております。それで、はい、ということで、まあちょっと歩き回っていただいて結構ですので、どうぞ見てくださいということです。あれさ、ちょっと外してくれる、そうすると下の方も見れるかな。お茶のおかわりあります。はい、お茶のおかわりの方、これは